熊本アキの四十プロジェクト。四十プロジェクト、今回のゲスト、劇団四季の大大大先輩の増本愛さんです。よろしくお願いします。大大大大先輩とか言われたらだいぶなんか年の差感じるんですけど。いやちょっと年の差はあんまないですし、そんなに大大大先輩でもない気がするんだけど な、うん、なそうですか。でも愛さんが、うん、もうそれこそあの皆さんご存知かご存知じゃないか分かんないですけど、私たち福岡出身で、うんね、でダンスの、ね、先生が同じなんですよね。いやそうそう、そんな、ね、お隣工事ダンスビレッジですよ、うん、そう今ね愛さんそこであのそうインストラクターさせてもらってて、いやだからそこではでもあきちゃんと一緒になってないんだよね私ね。そうなんですよ。で劇団にあきちゃんが入ってきて、あなんかお隣先生のところなんですって多分ご挨拶してくださった気がする。だいぶいやいやだいぶ前過ぎてさ、なんかね細かくは覚えてないんだけど、でも私だから全然知らなかったからへえと思ってさ、うん、そうですよね。結局だから私がお隣先生のダンスビレッジに通っている時はもう増本愛さんは星の人スタースターになってないし、でもう劇団四季でめちゃくちゃ美人な踊れる歌える芝居もできる人がめっちゃ活躍してるみたいな。いや何をおっしゃるやら。いや だってあきちゃんの方がだってあきちゃん入ってきてさ大抜擢でさ、うわーすごいと思ってさ、なんてできる子が入ってきたんだと思ってたよ。いやなんかいろいろ怖いもの知らずでしたね。でもそうそうそう、私もそうだった最初は、うん、なんかね、うん、なんかどんどん、ね、そうそうそう怖さが出てくるんですよ ね。最初はね入りたいやりたいの一心で入ってさ、もうね怖いもの知らずでさ、なんか何も分かってなかったからさ、多分周りから見たらなんだこいつって思われてたんだろうなって思うぐらい言いたい放題やりたい放題だった気がする。そうですよね。で時系列で劇団四季に入るまでは、うん、愛さんはどういう風に、まあ、劇団四季に入った経緯みたいなのってお話しいただけますか。はい、劇団四季に入りたかったんじゃなくて、もともとは宝塚に入りたかった。そうですよね。だから宝塚に入りたくて、中学2年の時に初めて宝塚の公演を見て、それまでそんなミュージカルとかそういう世界って触れたことがなかったから、なんだここって思って、もうそれもう衝撃、うん、もうで即もうあそこに行きたいと思ったんだよね、うん、でもそうバレエとか歌とかやったことなくて、当時多分新体操を部活でやってた程度で、うん、全然そんな舞台の世界を目指すための何かをやってたわけじゃなかったけど、もう母にやりたいって言って、でうちちょうど離婚したばっかりだったから、もう母しかいなくて、ね、母親も、うん、まあ驚いたし、まあ、中学の先生も受験でそんなこと急にね、福岡県の小郡市っていう本当にまあ田んぼがいっぱいあるようなのどかなところまあうちの実家もめっちゃ近いです。そんなところにの中学生がそんなこと言い出すもんだから、本当最初は先生に笑われて、まあでも応援してくださったんだけど、そう、それでそっから高校に入ってバレエ始めて、まあそう、まあ、本格的にね始めたのはそれで、声楽も始めて、まあでもやっぱ受からなかったんだけれど、でどうしようってなった時に、やっぱなんか行くなら大きいとこで行かないとみたいなもう本当にね何も知らないから、うんうん、そう、それで劇団四季も行きたいってなって、うんうん、そうだったし、じゃあ宝塚きっかけで劇団四季も目指すようになった、うん、そう、しかも劇団四季も見たことなかったからねえ、そうなんですか。見る前にとりあえず大きいとこ、いそうだから、どこなんだろう、2週間で寝込んだ受験し、宝塚受験失敗して2週間寝込んで何もできなくて、もう本当10代で初めて人生の挫折を経験して、でその時に、うん、でも確かにその時に、うん、劇団四季の舞台をテレビで放送されてたの。リコーランがなんかね全部放送されたのかちょっとまあ分かんないんだけど、なんかね
そう劇団四季っていうところがあるっていうのを知ったんだよね。そうテレビで見てへーって思って、その後にキャナルシティができたのかな。あー、うんうん、そっか、その時だったと思う、確か。そうそう、それでキャナルシティ毎回見に行って、で、うん、でも劇団四季もね1回落ちて2回目で受かったんだよね。あ、うん、そうだったんですね。私も普通にストレートで行ったのかと思った。1回は落ちた。でお隣先生の、うん、まあ、ダンススクール、まあ、ポなんていうんですかね、うん、ポップスっていうの、うん、ジャズダンス、ジャズダンスか。ジャズダンスはバレエと引き続きジャズダンスみたいな感じで入ったのか。だから結局宝塚受験するためにジャズダンスっていうのは、そのバレエ教室で先生が教えてたジャズっていう感じの、まあ、モダンダンスチックな感じのはやってたけど、うん、ジャズダンスっていうのはやってなかったから、うん、あの劇団四季受験するにあたってどっか行こうってなって、うん、いっぱい探し回ったんだよね、福岡市内を。でそこで最後に見つけたのがお隣先生のとこだったんだよね、うん、そうで、そうだ、結構ねお隣先生、そうそうそう、たくさんそう出てます、ね、でもねそれはね、ほら 今みたいにさインターネットとかなんかなかった、ホームページで探すっていうのはなかったから、電話帳とか、うん、歩き回って探す時代だったからそうよ、看板探すみたいなって書いてあるところにもうずっと歩き回ってさ、見学行ったり体験行ったりしてさ、そうでたまたま見つけたんだよね。それでたまたま劇団四季に入ってらっしゃる方がいっぱいいるっていうのも知って、ここだってなって、うん、そうなの、ご縁あってそうたまたま見つけて。でもお隣先生とかそんなに長くいらっしゃらなかったね。2年くらいかな。あ、そっかそっか、だからなんか幻の松本愛先輩でした。いるよそうだからあんまり被ってる人いない。今もね、あ、一緒だったよ、こんなこと言ったらあれだけどさ、一緒だったよねって言われてね、ちょっと覚えてないところがあってさ、もうそう、もう、まあ、一生懸命ですね。もう劇団に入ることしか考えてなかったからさ、それこそ本当周りが見えてなくて、うんうんうん、自分のことしか考えてなかったからさ、もうだから全然覚えてないっていうところもあって、うん、劇団四季に、まあ、入団されて、うん、その後のなんかもう強烈に覚えてるみたいな思い出とかありますね。いやだからさ、うんうん、私その、うん、入団して美女と野獣で初舞台を踏ませていただいて、その後にそのキャッツの作品にあのキャスティングしてもらって、でまあ、キャッツがしばらく長く出させてもらったんだけど、うん、セリフっていうセリフをしゃべったことがなかったから、なんかねセリフのある役をなんか抜擢してもらった時にできなくて落とされたんだよね、下ろされて。あそうそう、キャッツもね、ほとんどもう歌とダンス、なんかセリフっていうのをねしゃべったことがなくて、でやっぱもう何も知らないからさ、本当簡単にできると思ってたからさ、そこでね落とされて、下ろされ落とされ下ろされて、まあ4ヶ月ぐらいずっと仕事がなくてさ、ずっと自分で練習してたよ。あ、セリフの？そうそうそう。なんか劇団四季って方法論があるんですけど、うんうん、先生がいて、うん、その先生がその方法論をすべて1から、うん、まあ、100まで教えてくれるっていう感じでは私たちの時はなかったですもんね。うんうん、そうそうそう、だから先輩に聞いたりとか、うん、その自分でこう何かしら聞きに行かないと、うん、なんかボロボロ落ちてるもんではないっていう流れですもんね。うん、もうね4ヶ月ね個室ってほらね歌を練習するね部屋あったじゃない、 あそこでずっとこもってね、はい、ずっと稽古してて、うん、一人でセリフ喋ってとかどうやったら喋れますかとか、まあ、先輩も教えてくださったりとかさ、で当時、うんうん、私もなんか最初全然、うん、ディアナの時に結構膨大なセリフがあって、うん、そう掛け合いみたいな時があって、うん、ずっと一人で夜中練習してたら、うん、あのそれこそその時にいらっしゃった石丸幹事さんが、そうトントンって入って
来てくれて、結構夜中だったんですよ。もう電車あるかないかぐらいの時、それの時にトントンって入ってきて、うん、でディアナとザックの掛け合いだったんで、うん、そで一人でずっと練習してたから、その掛け合いは誰かいた方がいいから僕ザックやるからっつって相手してくれたりとか、全然知らないんですよ。そう、私のこと多分新人だったから知らないのに、そのやってくれて、いや劇団って、まあそうですね、あったかいな先輩と、そうそうそう、すごいなと思ったのは、うん、だしやっぱりすごくもう本当ね、素晴らしい方々がいっぱいいらっしゃった時代に、私もね、あきちゃんもさ、ね、ちょうどね所属させていただいててさ、ね、なんかこうなりたいっていう方がいっぱいいたからさ、うん、そうですね、ねえ、本当に、いや本当にそれは、ね、うん、で愛さんがセリフを、うん、そのまあ話す役になったのは何が一番最初だったんですか？クレイジーフォーユーのテスっていう役があって、うん、その役をやってらっしゃった先輩が他の作品に入らないといけなくてっていうので、で私クレイジーフォーユーアンサンブルで出させていただいてたから、なんかちょうどだから、しかもそのクレイジーフォーユーの、まあ、もう今はもうあれだから終わったことだからいいとは思うんだけど、ポリーの役を勉強させてもらうことがあったんだよね、うん、一瞬それで下ろされたんだけど、はいはい、もうねセリフ数回喋ったら下ろされてそう、そう、なんだそれ、ま、早いみたいな感じだと思いますで、そんでそれでなんかその勉強してたっていうのもあって、ちょうど東京公演がクレイジーもうすぐ終わるけど、そこその役がいないっていうのでちょっとだけ出させていただいて、うんそう、それが初めて、そのお芝居、もう本当にお芝居、ミュージカルの中のお芝居っていうので初めてやらせてもらった役かな。うん、そっか、愛さんってでも、うん、じゃあ歌とダンスが、うん、まあ入って、でもなんか最終的にはすごいなんか私的にはお芝居がめちゃくちゃなんかこうできる俳優さん、女優さんだなっていうイメージ。うん。いたんですけど、なんかその3つの中だったらどれが好きとかって今あったりします？ね、手段としてはダンスで入ったの。やっぱり歌も歌えなかったし、お芝居もやったことなかったから、まず入るためにはどうしたらいいかっていうのでジャズダンスで入ったんだけど、本当はやっぱりそういう風にあの主役がやりたいとか、その役をやりたいっていうのがずっとあって、ただ声がやっぱハスキーだし、なんかこうヒロイン向きな声ではないし、キャラクターでもなかったから、やっぱりそのなんだろう、こういただく役がそういう役じゃなかったんだよね。でそれでいろいろ悩んだこともあったんだけど、うんと、そうだな、だんだんそう、その自分の理想とそのなんか現実とのギャップに悩んだけれども、そのやっぱ自分を生かす、自分がなんかこうなんだろうな、思わないところでちょっとこうそれがいいよって言われることが多かったから、あーなるほどなって思ってきて、そっかと思って、だからこういう低い声もこれが私の個性だと思って、ここを強みにしていけばいいんだと思ってやってきた時に、だんだんそのダンスっていうより、やっぱそのお芝居の方とか、あと歌を歌うことの方が多くなってきてっていう感じかな、最終的に、うん、だからどれが好きっていう、まあ、ほんとね、ダンスは途中ちょっと苦手だったんだよねなんか踊ることがなんかこう苦しくなって、ダンスだから、ダンサーの人たちにさ、コーラスラインの時にさ、ダンスやってて何が楽しいですかって聞いたりとかしてさ、踊ることが普通になってきてるんですけど何が楽しいですとか聞いて、見てるとさ踊りたいって思うんだけど、なんかやっぱり今もそうなんだけど、うん、踊りたいっていうよりやっぱり歌ったりそのお芝居したりする表現の方が好きなのかなとは思う、うんうん、私ももうキャッツで体を動かしすぎたのか、うん、踊りたいっていう欲求は全くない全くしまいました。いやなんかね、いやかっこいいじゃんダンサーの人たち見ると、うわこ、ね、だけどなんかね、自分は、うん、
ちょっと違うなっては思うんだよね。そこは愛さんとは私、コーラスラインとキャッツ、ね、2つなんだよね。ご一緒させてもらってるんですけど、結構それもあのコーラスラインでは初めてがコーラスラインでしょ。だってもうね、いろいろは覚えてるよいろいろあったよ。いろいろありましたよね。やっぱ作品的にも大きかったしね。そうそうそう、結構ストイックな作品ですか、うん、そのあの、ヘラヘラやれる、まあ、ヘラヘラやれる作品が他にあるのかって言われるとそうではないけれども、うん、色的に、うん、やっぱこう修行中って感じですね、うん、だから逆にね、なんかその、まあ、同世代の方もいたし、あきちゃんみたいに少し後輩の子たちも一緒に立ってさ、それぞれがさ、それぞれ戦ってる感じじゃん、うん、舞台上でも。そうそう、全然全然違うフェーズでね、刺激になったからさ、うん、なんかね、本当あれは本当に大きな作品だった。あれがなかったらやっぱ続けてないだろうなと思うしっていう、うん、出会いだよね、あの作品はね。うん、後半のあの、うんうん、あなたもっていう下りの、自分でタイムリミットを決めてるのってディアナが聞いた後に。のシーラのセリフとかもなんか毎回胸が熱くなる。そうよ、だからアキちゃんとね、だからそこでがっつりなんかね、お芝居で会話するところ、それ以外ねほとんど ね、なんかあんまりなかったけど、そこやっぱだからね、毎回ね、うん、やっぱそこは思うことがいっぱいあってね、その後にアキちゃんがさ、愛した日々に悔いはないって歌うじゃない。いやーすごいなーってやっぱなんか思ったよね、はい、うん。あそこで愛さんから受け取って、ね、その悔やまないって歌うんで、うん、あそこは特にギュッと、ね、みんなもね、やっぱりその、うん、いろんな思いで立っているところで、うん、あそこは本当に熱くなりますよね。いやいや、今思い出してもなるよね、ちょっとうるってきますね。毎回さ、なんか本当あれ長期間だったし、ツアーもあったからさ、なんかそれぞれにさ、みんななんかこう、ちょっと悩む時期があったでしょ、やりながらね。でなんか、あ、悩んでんだろうなって思ったりとかさ、なんかこう今ちょっと不安定なんだろうなって思うことがあったからさ、やっぱ毎回みんな違ったし、あ、なんか今ちょっと良かったじゃんみたいなのもあったりさ、だからさ、そういうのも見つつ、なんか自分自身と役とかも本当なんかすごいどんどん近くなっててさ、舞台上でもなんかやっぱ本当にリアルに感動することも多かったし、うん、だからなんかね、今思い返しても本当なんか涙が出てくるよね。ロングランってね、なかなかこう色が変わらないようなイメージもありますけど、うん、コーラスラインは毎回いろいろあったよね。見えてる。質問がね、うん、はい、愛さんいろいろと嬉しい来ておりまして、はい、質問も挟みながら、はい、あの進めていきたいなと思うんですが。うん、お互い好きなところはどこですか？もういっぱいあるよ。いや、あるよ。いや、多分言ったことないですね。